はい、どうも始まりました。ウサウズチャンネルです。よろしくお願いします。ツイッターのタイムラインで、捨ててしまったアヒルがね、亡くなってしまっているのを発見されたというね、ツイートを見させていただきました。で、実際アヒルやコールダックをね、これやって飼育するのっていうのが、僕も今まで案外可愛いところばっか撮影してしまっていて、実際どういう世話をしているのかっていうのがね、多分わからないまま動画を投稿していたんですが、まあ可愛い動画だけだとね、飼われる方の参考になるかわからないので、実際朝ね、本当にやっている動画ではあまり見せていない、コールダックの、ヒナのお世話の様子をね、見ていただこうと思います。まあこれがね、別にコールダックをね、飼うなって言っているわけでは全然ないので、まあなんか参考にね、していただければいいかなと思います。はい、じゃあね、それではやっていこうと思います。はい、朝の状況です。昨日の夜シートを変えて一晩でだいたいこのぐらい汚します。まあね、これで2羽こんな感じで汚しています。まあ、こっちの大きい子の方の方はね、やっぱ糞や尿がたくさん出るので、朝になるとこんな感じになってます。はい、じゃあね、それでは掃除の方をしていこうと思います。はい、じゃあ水が溜まったのでこちらにアヒルたちを移していきます。コールダックのね、はい、よし、いいね、どうぞ、あーしゃ、ニコちゃんもどうぞ。はい、じゃあね、このね、コールダックが水浴びしている時にこっちの掃除に入ろうと思うんですけど、もうね、この状態でもうすでにね、ここにね、糞をしてますね。なんでお風呂でね、泳がせたりする方に関して言っても、多分水は汚れると思うので、その辺は気になる方はね、もう違うこういう容器、もうほら気持ちいいんでね、うんちをね、いっぱいしちゃいます。家の中で飼うとこういういろんなとこで糞をしちゃうので、その辺はね、気をつけた方がいいと思います。まあ気をつけると言ってもね、鳥なんでね、鳴らすことはまず無理だと思うので、その辺とね、一緒に向き合えるような感じにできる方がいいと思います。はい、よし、じゃあそうしていこう。まずはね、この仕切りを外します。よっしゃ、お前らちょっとごめんね、こっちにいてね。水洗いします。でね、水鳥なのでね、ここに意外に水洗いすればね、さっと水洗いするだけでね、糞の汚れはね、落ちちゃうんですよね、溶けて。この辺はね、飼育していてちょっと楽かなと思うところですかね。はい、じゃあ次にこういうお水の用品と、この辺の食器の用品ですね、これを洗います。もちろんこれもね、こうやって糞まみれですね。朝起きると餌皿もね、糞がこうやって入ってしまっているので、これもね、綺麗に洗い流していこうと思います。ほら、意外にね、水鳥の糞なのでさっとね、落ちるんですよね。はい、じゃあね、この水入れも洗っていきます。で、この状態もね、こうやって水入れの中にね、自分の食べたものを、口に含んだものを入れてね、水で消化する感じなので、水入れの中も意外にこうやって汚れていることが多いです。これもね、でもさっと流せばね、案外もう気泡すぐきれいになっちゃうんで。はい、こんな感じです。じゃあね、水を溜めていきます。はい、ここでね、ビニール袋、このね、
手提げがついているビニール袋をうちは大量に買ってあって、ここにねこの糞がついたペットシートを巻き込んでね、こんな感じにしてこちらに入れます。でこちらも水洗いします。こんな感じです。でここで、このキッチンペーパーで中を拭き取ります。よし、はい、これをね先ほどの袋に入れます。はい、で、まあここにねこのペットシート、これを引いてあげます。よし、で先ほどの仕切りですね。はい、はい、でこちらに水、はい、これでね一連の掃除の、終了となります。ねこれをね一日に朝と晩やります。まあねペットシートがね、また汚れてしまったらそしたら交換することもあるんですけど、この作業を1日2回する感じです。まあうちの中でね飼っている状態でこんな感じです。多分ヒナでこういう状況なので、大人になったらね、まあ糞の量もねもちろん増えると思うので、もっと汚してしまうんじゃないかと思うので、その辺はちゃんとねお世話ができる方がいいと思います。ヒナをね水浴びさせている状態で、このぐらい水の方も汚しているので、こういうような感じがね、あまり、お風呂でやるとね嫌だよって方もいると思うので、アヒルはね水に浮かべとけばずっといると思わないでうんちやね、おしっこをしちゃうんだよっていうのをね頭に入れておいてもらえればいいかなと思います。お風呂でね自分の体の汚れを取ったりとか毛もねこうやって抜けるのでね、そうするとねこの清潔に保てるというか、1日1回だと糞や尿をね羽にね吸着してしまって匂いも出てしまうので、水浴びもさせるのも必須だと思います。はい、じゃあねこんな感じでちょっと戻していきましょう。はい、ニコちゃん、ニコちゃん戻るよ。あしゃれ。はい、ブラキ、ブラキッチも戻りますよ。はい、はい、じゃあねこれでね、この後餌を入れるって感じです。はい、だいたいね1回のお世話がこのぐらいの時間で、終わる感じなんですけど、多分やることはすごい多いし、匂いもね絶対出てしまうので、それをね見越した上でぜひ飼育していただければと思います。コールダックに関して言うとまだね、そんな大きくないのでこんな状況なんですけど、アヒルに関して言うとすごい大きいのでね、まあこの何倍も汚すというかすごい量の糞もするし、それが水浴びとか軽装をきれいにしないとすぐ匂いも発生するので、アヒルを飼う際はそちらをね気をつけていただければいいかなと思います。僕がねまだアヒルを飼育してからね、そんな期間も経っていないし初心者なんですけど、僕が思ったのは、そんな感じのことです。でまたね、アヒルを捨ててしまう方だったりとか、実際飼ってみてね これ飼えないよっていう方もね多分いると思うんですけど、まあ、それを未然に防げるのが多分一番なんかもしれないんですけど、もしねそういう方がいたら、アヒルなどをね里親探してくれる団体さんだったりとか捨ててしまわずにねそちらに相談していただければいいかなとちょっと思いました。はい、まあね今回はねそのツイッターでこういう情報が流れてきたので、実際のねコールダックのお世話、多分ね動画で見せている方っていうのはねあまりそんないないと思うんですけど、実際はこういう感じなんだよっていうのをね知っていただければいいかなと思いました。はい、じゃあねそんな感じで1話でも多く襲うようなねアヒルが減ればいいかなと思っております。以上、うさずチャンネルでした。今回はご視聴
ありがとうございました。